2006ってだって俺ら、俺らが NSC 行ってるぐらい。 NSC の時じゃん。 NSC の時か。在学中 か。在学中や。りょうくんなんか準決。あ、そうよな。りょうくんせやわ。りょうくん面白かったもんな。今見ても面白いよな。りょうくんは今見てもらうやろ。あんなもん。俺は多分1回戦負けやったな。1回戦でゼロ受けて帰りたいじゃん。うん、1回戦あれ行って、あ、俺それ吐いてたわ。せお前風邪ひいてて、うん、鬼熱やったわ。そうや。じゃあ中野地行ったんあれ。おう、前日中野地雨村の、あれ前日やった。前日やで、あれ。そう、高校の連れね。うん、雨村に住んでるって一緒に行って、うん、せお前風邪ひきだしてその辺でで、俺明日 M1 やからスーツ着ていこうかなみたいな。お前にエラー怒られたよそんなもん着んな言って覚えてねえな。お前めちゃめちゃ怒って、いや、こんな怒られんねや思ってスーツ着る言っただけでいや、マジでウケへんかったなあれ、うん、何したか覚えてないけど。ほんまに覚えてない。ウケへんかったは覚えてるわ。何やろうな。マジであかんかったな。あ、覚えてるわ。何した俺ら一発目。2006年のあれちゃう、一休さんの、一休さんのソモさん。ああ、早いっちゃやつか。ソモさんセッパ、ソモさんセッパっていうのがめっちゃ早いっちゃな。ソモさんってセッパって返さなきゃいけないな、うん、一休さんのあれ流行ってたもんな。あれちゃうかな、あれかな、多分あれやと思う。どんなネタやってあれ、いつでも返せるみたいな感じ。うん、いや、ほんでなんか分からんけど最後刀鍛冶なんで、あれなんかあったな刀鍛冶やってたわせやどういう流れで分からん。めちゃくちゃ前田誠司に悪口言われて、それで刀鍛冶になってたと思う。お前らそれ一つも面白くないと思うあれは大取る、前田誠司が思ってた。あれは意味分かれへんもん。何で最後刀鍛冶になってる。何やったかな、あったな、多分それやと思うわ。刀鍛冶やってたな、こうパンパンってやるやつな。セッパー言いながら、ソモさんセッパーたわなんちゅうネタしてんの全然覚えてない。あったなあれも。なかった、なんかえワイクー、ムエタイのワイクーするみたいなムエタイのなんかあったのネタ。ワイクーなんかパンチ避けるみたいな。パンチがほんまに当たってもで俺ちょっと血入れたんや。せや、お前の唇にほんまにパンチ当たってお前唇切れてない、白に出てきたんや。せや、えらく血ドバドバやってもう、もう血だらけ、顔は血だらけやのに、お前痛くないなって変なアドレナリン出てますねあったあれ、そう、選手の名前、えあれナコルル入れたら面白いからね。寒くいな、タムロナコルル、朝サム、ポンサムランチャーかなんかあ、ほぼ合ってるね、多分。めっちゃ覚えたわ、めっちゃ練習したあれこれ噛んだ面白くないなってチャムクライ、タムロン、アタサム、え、ナコルル、アタサム、ポンサムランチャー。上田選手の名前やってた。あれも受けへんかってな、確かにてか、ヒロどこでしたんかも覚えて。いや、授業 NSC ちゃう、うん、授業やな、多分。めぐみに、めぐみだけ笑ってたよね、めぐみの滝本バーナード、セントバーナード、バーナードだけえらい笑ってたと。安岡やったか、安岡やせや、めぐみ